人類の最初のものづくりの痕跡は今のところ日本列島なんですよ。これね、すごいことだと思うんですよね。岩塾遺跡で発見されたのは今からもう何十年も前なんですけど、ここ数十年間、それ以上古いのが一個も出てこない。近いのも出てこない。大体どこと比べても1万年、2万年早いんですよね。で、これが麻生石。で、次、麻生石器の次は土器ですよね。麻生石器の次は土器。これまでね、地球上でたくさんの土器が出土してきました。すべての中で最も古い土器はどこで出てると思いますもう話の流れで察してると思います。 思いまますすすけどもなんとドキドキキしてますか日本列島です青森県ですよ青森県の大台山本一遺跡から出土した土器が世界最古の土器なんですよですから当時ね仙土器時代まあ土器が出る前は仙土器時代と言います、まあ、私は岩塾遺跡にちなんで岩塾時代と呼んでますけども岩塾時代縄文時代を通じて地球上で最もテクノロジーの進んだ地区は日本列島だったんですねこれ教科書に書いてほしいんですよね教科書,書書いてる人知ってるはずなんですけどねこれ それを中学生とかが知ったらえすげえってなるでしょえ日本ってそんなものづくり進んでた地区なのと歴史全部でね進んでたわけじゃないですよその後中国大陸に抜かれるんですけど少なくとも岩塾時代縄文時代を通じてはですね日本列島が最先端なんですねでなぜかといった時に私は日本の環境が影響していると思いますというのは環境の悪いところに住んでいると食べ物を確保するので精一杯ですよねお父さんが一日中野山を駆けずり回って よようううややくネズミ1匹みみたたいいいなななこれじゃゃ家族6人どっって食うんだみたいなそうなっちゃいますよねところが日本列島って豊かだからちょっと山に行ったら山の幸ちょっと海に行ったら海の幸何でも取れるわけですよそしたらすぐ食料確保できますよねそうすると自由時間が多いわけですよそうするとじゃあこれちょっと工夫してみようかとかね道具とかいろいろなものにですね頭を知恵を働かせる時間ができるわけですよそんなね豊かなところで暮らしながら時間もあって道具を工夫したりとかしながら人類です 一番早い時期に麻生石器器をを作作り土器を作ったという日本列島の自然の豊かさがこれほどですね日本人のテクノロジー技術をですね引き上げていったというねそういう関係は私はあると思います。